皆さんこんにちは、りなです。今日は家の近くの日西寺朝市に来てます。この朝市は名古屋で結構人気のスポットで、月に1回21日にやっている。今日はたまたま21日が日曜日になってるので、結構人が多くて混んでいます。まあちょっとだけ日体寺の朝市も紹介したいし、花崗山にあるドイツのチーズ屋さんと私の友達のドイツ料理のフードトラックをちょっとだけ見に行きたいと思います。早速私の友達のフードトラックを見つけた。これです。紹介しますね。こちらです。ちなみにこのフードトラックの名前はすずめちゃん、かわいくない？お店の料理とかも紹介したいと思います。いらっしゃいませ。ドイツの料理いかがですか？もう日本語上手になってるね。日本語は難しい。私の友達のベティーナです。このドイツのフードトラックのオーナーさんになります。いらっしゃいませ。ちょっとあの料理の紹介をお願いしたいんですけど、これはチーズパスタ。おお、チーズパスタ、ドイツ風のチーズパスタです。これはサワークラウトとベーコンの、サワークラウトとベーコンのパスタ、この2種類をここで売ってます。両方600円で、コロナ対策のために持ち帰りでやっている。でここですぐにあのフレッシュで焼いてくれる。ちょっとダイエット中なので何も食べれないけど、あの匂いが美味しすぎて、友達にも久しぶりに会ったからちょっとだけ喋って、今からは日体寺の朝市を見たいと思います。おー、前回行ったお茶とか紅茶のお店、なんか美味しそうなお茶見つけたらいいな。ちょっと見るお茶を買ってみました。アイスティーが作れる、ピーチティーとか、ダイエットにも飲めるので後で作りたいと思います。もうちょっとフラフラします。チーズのお店を見つけたけど、11時からやってるので、後でもう一回戻るときに見てみたいと思います。この後ろにあるネギ焼きはめちゃくちゃいい匂いする。ああ、なんかダイエットをしながらこういうマーケットに行くのがめっちゃつらい。団子と五平餅のお店の前で大行列。いやー、うまそう。これは名古屋だね。土手煮のお店、匂いもめちゃくちゃいい。あと、美味しそう。みょうみょうだったね。これが美味しそう。日体寺の中でメインなのが野菜です。で、私も今日野菜を買いたいと思います。ちょっと何があるかを見ましょう。しいたけ買おうかな。しいたけとレタス。すいません、これとこのレタス。はい。うわ、ごめんなさい。じゃあ380円ね。はい。ゲットした。買いたい野菜がいっぱいあるけど、全部なんか大量に売ってるから2人で食べきれない気がするから、今日はレタスとシイタケしか買ってない。ここにそれ使う団子下に出た。このアユを今日のお昼ご飯にしようと思います。お店やってるみたいですので行きたいと思います。おお、すごチーズ。これはさすがに私のパラダイスだよ。種類いろいろ。ちょっと見るね。チーズの種類が
いっぱいあったけど本当に高い、信じられないぐらいの値段でチーズを売ってるから、ちょっと私のバジェット外です。スーパーで安いチーズを買うしかない気がする。残念。これで日体寺の朝一の動画を終わりにします。この動画が面白かったならいいねボタン押してください。まだチャンネル登録してない方は下のボタンを使ってチャンネル登録よろしくお願いします。また3日後に会いましょう。バイバーイ。